はい、とりあえずセキュリティチェック済ませましたね。正義エリア内です。今回はコンコース D からの出発なんですけど、あ、コンコース F か。なのでできれば D のトルコ航空のラウンジ行きたいと思います。ここから8の方に向かって、D の8の近辺らしいですね。ここはプライオリティパスで使えると思います。シンガポールエアラインはコンコース F なんでエールフランスのところで使えるんですよね。ターキッシュエアライン、トルコ航空ですね。まあ、世界三大料理のトルコ料理が食べられるということで行ってみたいと思います。 Hello。 するスペースですね、はい、広くないけどいい感じですね。料理を見ていきましょう。フレンチビーン、これは何でしょう。スパゲッティのソースですね。これはスープで、これがライスで、これは鶏肉ですね。これもチキンスープですね。これサラダがありますね。これは野菜とかサラダとかで、結構ケーキとかスイーツにサンドイッチですね。食事あんまりすごくないですね。はい、結構トルコ料理っぽいですね。取ってきました。本当にこれがちょっとトルコ料理かどうかはわからないですね。よくこの辺が結構トルコ料理っぽいですよね。はい、ではいただきます。これは普通のなんかタイ料理みたいな感じですよね。チキンみたいな。朝から何も食べてないから美味しいです。なんかスパゲッティみたいな、普通のスパゲッティですけどね。トルコ料理が堪能できると思ったんですけど、これがなんか唯一トルコ料理っぽいですよね。あ、これがいく。なかなかいけますね。サラダとカプチーノとオレンジジュースになってきました。総評としてはあんまりすごいラウンジではないですね。同じコンコース D だったらミラクルラウンジのファーストクラスラウンジが一番多分いいですね。食事とかはこう期待していたほど。トルコエアラインのラウンジですけど、まあ、総評はですね、料理はまあまあちょっといまいちかな。でも15分のマッサージが無料なんですね。それが良かったですね。あとシャワーも待ち時間なしで多分使えますね。それが結構いい感じですね。はい、でプライオリティパスで使えます。はい、これからゲートの方に行きたいと思いますの。ラウンジ来ました。エアプレインがディレイしたんで
すぐ真ん前だったんで、ゲート F1 の入ってきました。感じですね。あ、アイスクリームがあるね。こっちの方が全然いいね、トルコ航空より。あ、こっちの方がトルコ航空のよりは食事は全然いいですね。今日はブレッド、今日はパンですね。食事はトルコ航空のラウンジより全然いいですね。こんな感じですね。はい、気持ちを取ってきました。スープだけですね。はい、おいしい。こっちの失敗したな。トルコ航空よりこっちの方が全然いいですね。エールフランスのビジネスクラスラウンジ、パンプキンスープですね。45分ディレイ、1時間ぐらいディレイか。あ、これもクリームのマッシュルーム、すごい美味しい。じゃあ8個しちゃいました。あ、こっちの方が全然口に合う。トルコ航空のラウンジの方がちょっと合わなかったですね。スープとかもって、パンプキンスープですね。